はい、おはようございます。本日7日目かな、2回目の月曜日になりました。静岡県はホテルオーレインさん、ホテルオーレインさんにお世話になりました。それでは今日も行きたいと思います。ここの近くにトロ遺跡があるって地図で見たんで、そこにちょっと寄ってみようかと思って、中には入らないかもしれないけど、トロ遺跡の前まで行ってみようかなって思います。ちなみに今日の天気は昨日とって変わってほぼ晴れ、気温は昨日より2度低く、それでもね19度予想です。そして、今日の宿泊予定地は島田吉田というところです。30キロないぐらい、ナビは、そのトロ遺跡を回るので30数キロになってますが、それ回らなければ20数キロだったと思います。でその次も今日泊まった、その次もすごく小刻みに、静岡ね、すっごい小刻みに宿を取っちゃったんでトロ遺跡ぐらい見に行きます次はトロ遺跡までもうしばらくお待ちください。遺跡やってまいりました。見えへんよな見えへんわなGoPro あかんもんな。ここ本物、偽物、もっと観光してるのかと思ったけど公園になっていました。駐車場もあり、お手洗いもあり、皆さんの憩いの公園という感じ、トロ遺跡でございました。さあ行こうか、アルベルトを。お待たせしたぞ。なんか海岸線沿いのめちゃめちゃいい道来たけど、これやばいかも。車が来たら私避けれないよ。これ自転車通っていいんだ、でもすごい綺麗ですよ。わあ、ちょっとね道路が海にせり出していてすごく綺麗。それはいいけど、ここ本当自転車通っていい？石井部海上橋、昭和47年7月完成。あ、多分下りや。頑張ろうか。よいしょ。さあ皆さんにもこの橋の素晴らしさ伝わるといいな。いいけど今誰もいないからすごく貸し切り状態で幸せだけど、後ろから来たら恐ろしいよ。ミラーをつけているので左右
ダサかろうがなんかろうが左右ミラーをつけてます。なんで後ろから車が来ない限りちょっとやや真ん中寄りを走らせていただいております。でもすごくいいな。綺麗だわ、ここ。これ今日今ちょっとね、日が遮られてるからあれだけど、晴れてたら相当綺麗。でもこの日が雲で隠れてくれてるおかげでね、カンカン照りじゃないからすごく助かってるよ。ありがとう。あ、後ろから車来た。太鼓の皆さんが来ないようにお願いいたします。太鼓来た。ごめんね、ごめんよ、ごめんね。すごくゆっくり行くからね、抜いてって、抜いてって、抜いて。よしよし、行ってもらった。あ、もう一台来た。抜いて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 。よし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 、抜いた抜いた抜いたけど上り坂やもう最悪。あそう、さっき下りやったのに自動車の方にやり過ごしていただこうと思い、あれしましたが、恐ろしい。こんなトンネル通っていいの本当に。後ろからは車が来ておりません。頑張らんと。ああ、トンネル怖いよ。まともなトンネル通ったの初めてかもしんない。あんなに遠いよ、出口が。しかも上りで。トンネル抜けたけど、まだ緩やかな上りが続いております。よし、オアシスが来たぞ。多分違う。また騙されたか。騙されてる。しまった。箱根の二の前再びと。焼津市に入りまーす。やったー。さあ行きます。今度こそオアシスだろう。オアシスだろう。これはBGM 最高じゃん。ありがとう、ボンジョビー。めっちゃ最高だ。あの子たちも登るんだな。はい、峠を下ってきました。瀬戸川というところにやってきました。ちょっときつい、いい傾斜もあったけど、鈴川もあれくらいの傾斜が続く分にはまだ頑張れるな。もう相当ね、鈴川を構えてるんですよ。今のうちから鈴川のことばっかり頭で考えていて。よっぽど箱根がきつかった。きつかった。もう本当にきつかった。あんなに早く本当にホテルに着けると思ってなかったから、もう鈴川峠をかなり敵対ではないけど、なんちゅうんだろう、構えていろいろ思っております。
まあでもちょっとずつでも進めば必ず越えれるからいいんだけどね。さあ、それではあと15キロ、また何かある時まで頑張っていきます。左、八重洲漁港って書いていたので曲がってきてみました。こんな感じ、これでいいの、八重洲漁港。カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこぴょこ。こんなんなの、八重洲漁港、八重洲漁港。黒いカモメが泳いでるけど見えるかな。八重洲港、多分これが八重洲港だな。それでは残り 13.7 キロ、ただいまの時刻は12時39分です。はい、ルートイン島田吉田インター店に来ました。中山トンネル。